してる。兄、了解しやした。ちょ、食びれやった、食びれ。食える大丈夫。これでりんたろーがさ、明日食中毒って言ったらさ、笑える。笑えねえよ。お前らも食中毒になるんだな。芝神社じゃあそんな感じの名前の神社ありませんでしたっけ。あ、いやいやいや、何今のすごいネタだったと思う。本当ですか、やりたらやばそうなんだけど大丈夫かな、トントロある専務室で何買ってきたの。専務室でジュース。ジュース楽。ジュースが1800円。ジュースが1800円。プリン、それはびっくりだ。これだよ、これ1本だからね。取れた取れた取れた。プリン、これ1本1800円。高いね。超高級ミルクティー。飲めねえ飲めねえ。浴衣のから間違いない。お前芝くず1800円ですって言われて、お前芝くず、ま、真顔で、うん、なんか後ろの人にやられてた。真面目にバイトしろ。よく言うよな、ほんとに。真顔で1080円になりますけど、傘の真顔ね。インパクトなって。他の人はどうぞ。豚の肉、あれそこ入って、そこ入ってビールも入ってるの。またで1080円は売ってる。俺はどんだけ高いミルクティーを買っちまったんだ。お前1000円で1800円でまずなくねえ。ねえ、そんな買い物しねえ。これ出さない、これ行くんじゃないの。玉ねぎはさすがに乗らないですね、これ。いいよいいよ、ちょっと無理に乗せてよ、ちょっと。絵的に、写真的に。玉ねぎ切ったねえな、誰が切ったんだよ、それ。本当だよ、マジだよ、切ったね。お前ら食うな。お前ら玉ねぎ全部食って。いいね、この音がいいね、ジュージュー言うね。もうこっち側ついてない。いいね、いいね、いいね。じゃあ。いつからバーベキューになってんだ、これ。俺も最初からバーベキューの頭だったからしょうがない。本当は今日、本当は今日文字付きだったんだけど。出して早く。出して。ゴム出して。ないよ。おっちゃんは。あのおじさんはいいよ。マルの分はそれでいい。これまだ食わせられねえよ。それ生焼きなんだよね、実は。取り消しできないよ。読み取ってんの。つってんでバーカー。え？いいの？いいのそんなので。ね、ほらリン、男なら一度任された仕事しっかりやって。うん、だから、ま、任せろ。取り消しはなしだ。はい、餅作れ早く。取り消しはなしだ。だから毒味という仕事をやるから今から。そんな仕事いらねえよ。使ってやろう。結局そっち行っちゃってんじゃん。こっちだっつんの。こっちもついてるついてる。ほら。
よし、もういいよ。そんな暑かったの？なら。いや、それ喉乾いちゃって。なんだなんだ。あれ、巻いたやつが悪い。巻いたやつが悪い。巻いたやつが悪い。巻いたやつが悪いな。ひっくり返せばいいでしょ。頭使えよ。ひっくり返すのはめんどくさいんだよ。めんどくさい言うな。頭を使うんだよ、ね。力しかできない。皿変えてくれよ。うめ。そう、よかった。なんでそんな軽かったの今の。ふかふかになってるくせに。重さを感じないって本当だった。水分が抜けちゃったんでしょ。真っ黒、ね、アルミホイルないでいい。真っ黒焦げじゃんよ。これもなんかあんまり重さを感じないけど。今の中で子供たちじゃないから。ああ、それはあれね、結構慣れなくない。最初は慣れない。最初全然慣れたんだ。え？余裕で使えた。結構慣れないんだから。点 S ってなかったっけ？点 S あった。点 S、点 R ってなかった。持ち込み取ってない。今更買ってもどうせイレブンとかするけど。ん？どうせ今更買ってもイレブン。持ち込み取ってない。え？これいろいろあんの。なんで持ち取る？持ち取るんだよ、それ。なんか寂しそうにやってしょうがない、そういう運命なんだ。水を、水をよく見えるじゃん、水をね。
そうだよ。立ち立ち立ちくっつくくっつく。てめえ食ってねえよ。まずあれ持ってこい。あげろ、こう。あっちあっちちょ、あっち。超あっち、これ。乗っけろ。